はい、丸山教授です。裏チャンネルです。明日7月30日放送、グッチーの郷土記でね、ホンジャマカの石塚さん、来てくれました。マスオ君にちょっと語るかな、反応してていい、うん、で、石塚さんってさ、うん、なんかちょっとネットでは、うん、ちょっとなんか怖いみたいな。そう、聞いたことない。いいよな。マイフーでしょ。マイフーの石塚さん。俺怖い、ちょっとその感じ悪い人なのかなと思ったんだけど、うん、めっちゃよかった、いい人、うん、お客さん撮影してて、うん、もうお客さん迷惑かかるじゃん、うん、じゃあそのお客さん帰るときにはすいませんでしたって、ね、お世話になってしましたみたいな、うん、超いい人だったね。いや、そう思ってたけど。思ってた。思ってた。いやいや、俺なんかその噂でさ、なんか、うん、カメラはいいけど、うん、カメラの前ではいいけど、うん、プライベートそうじゃないみたいな噂がちょっとどっかで聞こえてたから、うん、誤解は解けた。全然そんなことはなかったから、うん、超いい人だった。まあ、そういう人じゃないとやっぱ仕事ね、繋がらないよね。ってことで、ディレクターさんからメールが来て、一応漁師の写真を1枚くださいっていうことなんで、ここに座って、写真撮るか。あ、じゃあ何枚か撮るか。ここで出さないの？俺のやつ撮って、うん、で、これで撮ってさ、うん、本当にこれ使われるかどうかさ、うん、で、一応その普通に撮って写真と、うん、今日は添付ファイルで送ってあげるから、明日の放送ではどの写真が使われるかな。はい、ということで、明日7月30日、HBC グッチの郷土記僕が出ますから。で、今写真を送ってくれって言われてたから、漁師の写真をで何枚か撮ったんで、どの写真使われるかは明日見てください。まさかこれ使われないよなっていう感じだけど。で、2日だったから、ちょっと覚えてないんだけど、 EXILE の男旅、それも出ますから、17日、1日だったか2日だったかちょっと忘れたけど、はい、もしよければそれも、チェックしてください。簡単な商店出てますから。ということで、お疲れ様でした。久々の裏チャンネル、はい、山さん、はい。